はい、速稼塾の久保でございます。今回はですね、忙しい方のための、政治解説ということで、今なんでね桜を見る会っていうこのテーマがですねこんなに長く続いてるのかってことをはじめ、いろいろね矢部最近疑惑についてちょっとお話していこうかと思います。皆様もね思ったことないですか？未だにまだ桜の会やってるの、いいじゃんそんなことってなってるでしょ。でもあれはずっと答弁を引き延ばして世間が飽きることをですねずっと待ってる作戦なんですよ。だからのらりくらりと答えが出るような出ないようなことを繰り返していって、野党がもう本当に追及しにくい、どうするにね、これ野党がバカに見えるような演出なんですよ。でも野党の方でもね、ほとんどの方はちょっと力がない方っていうふうに見るのも、それはうなずけない話じゃないんですけども、むちゃくちゃに切り込んでくる方もいるわけですよ。それこそ賢い方とかむちゃくちゃいて、その人が今陣頭指揮に立って桜を見る会の追及本当に的確にやってるんですよ。でもそれをですね、今度はご飯答弁っていう形でのらりくらりとかわしたり、時にはですね、北村大臣みたいに何も分かってない人を前面に出してその人に答えさせるみたいなことをして、もう質問する野党を疲れさせてるんですよ。そしてそれを見ている国民ももう、呆れてるんですよ。呆れてもういいよこの件はっていうのをずっとね根負けを待ってるわけなんですよ。じゃあそれではですね、桜を見る会何が問題なのかもう一回おさらいしてみましょう。これ非常に簡単なんですよ。安倍総理は功労功績のあった方を桜の会ということに公費で税金で呼んで、桜を見ましょうみたいなことをやってるんですけども、実はですねこれ公費でやってるにもかかわらず、安倍さん、安倍政権を支持する人だけを恣意的に呼んでるという疑惑がすごく深まってるんですよね。そしてですね、なんとですねこの公費が膨らみ続けて当初の3倍の人数を勝手に呼んでるんですよ。そしてその選別の方法が功労功績があった方とされているのに、関係ない方とか反社会勢力の方を呼んでいるというね、証拠がどんどん出てきたわけなんですよ。そこでですね、安倍総理を追及すると名簿がないんで分かりませんの一点張りで長い間避けてるわけなんですよ。逃げてるわけなんですよね。ですからね、あの野党の方もいろんな角度で追及してくる。それこそね、この追及の仕方っていうのがものすごく賢いんですよ。賢いんですけども、かわし方によっては、与党のかわし方によってはですね、視聴者さんとか国民がもう野党だらしねえなっていうふうに見えるようにやってるわけなんですよね。ですので、桜を見る会まだやってんのって思う方とか、野党も似たようなもんだよねって思う方、ちょっと考え方を変えた方がいいです。これね、でも考え方を変えるって言っても難しいんですよ。私みたいに朝から晩まで国会答弁を何回も見れる人だったらいいんですけども、通常皆さん忙しいんでそんなこと見れないですよね。だからダイジェストとかかいつまんだところしか見れないんで、そういう判断になるのは致し方がないのかなと思います。本当にね、そこの底からひっくり返してとか、それから桜の会を追求する会っていうのを全編見ていけば概要が分かってくるんですよね。そして私たちがどんだけ騙されてるかってことがよく分かります。失礼しました。そしてですね、これに付随して桜を見る会の前夜祭、これも疑惑が深まってるんですよね。これはね、どういうことかっていうと、政治資金規正法に桜を見る会前夜祭に参加した人のもう名簿が載ってないじゃないかと、資金実績が載ってないじゃないかってことを追及したんですよね。そうすると安倍総理が何を言ったかっていうと、いやこれはね、私たちが主催したわけではないんだと。主催の対象っていうのはホテルニューオータニとそれから参加者自身なんで、800人参加した人が一人一人ホテルニューオータニと契約したんで、私たちは関係ありませんよって急に言い出したわけですよ。でもですね、安倍総理が自分の会の名前で、安倍総理後援会という名前でですね、ホテルの会場を取って、そしてその会場に多くの方に参加を呼びかけて参加をしたわけなんですよ。これがですね、直接契約なわけないでしょ、安倍晋三後援会がこれは主催なんでしょっていうことをやったんですけども、これをね、のらりくらりとかわして名簿がないとか言い出してるわけなんですよ、また。でもこれどう考えてもですよ、例えば結婚式開催されました、結婚式、何でもいいですよ、なんかパーティーが開催されました、で会場費は確かにホテルに払うでしょう。でもそれは主催したのは、そのパーティーを主催してる方が間に入ってるっていうの解釈を、これ法的にもされる、民事的にはされるっていうふうに、専門家の方が同席してね、お話しされてるんですよ。それもまたかわそうとしてるわけなんですよね。で、これがね、また通っちゃいそうなんですよ。困ったもんですね。次、IR 法案です。IR 汚職がありましたね。これ、500.com っていうね、これ、田舎企業です。どうでもいいちっちゃい会社です。それから、秋元議員って方が買収されて、100万円もらってね、買収されたんだっていう話だったんですけども、はっきり言うと、これは どっちでもいいんですよ。どうでもいいんですよ。500.com と秋元議員のことは、実はどっちでもよくって、これに付随して、もう一個家宅捜索に入っている、こっちが本丸なんですよ。これ、多くの方は知りません。なぜなら、メディアが買収されていて、これを報じないからなんですよ。で、どんなことが起きてるかっていうと、メルコ社っていう、そこそこ大きなカジノのフロント企業があるわけですよ。
これがですね、もう横浜に入ってカジノ IR に乗っかってカジノをバーッと展開したわけなんですよ。儲けたいわけですよ。そしてそれを手引きしてるのが菅官房長官なんですよね。菅官房長官がこのメルコっていう会社を後引きして、そのメルコっていう会社を日本に据えてカジノを通すことによって大きな利益を得ようとしてるところを、検事がですね、検事総あのなんですかね、検察がですね、これだっていうことで政府をもう本当不正を暴くためにね、追及して追及してメルコに家宅捜索入ったわけですよ。ここまでは良かったんですけども、家宅捜索入ったことを誰も知らない。で、秋元議員と 500.com の小競り合いっていう演出をして報道で、しかもそれがね、もう起訴なんですか、釈放されちゃったわけなんですよね。で、ここでもうね、多くの方は忘れていきますよ。でもメルコっていう会社がどうなったかっていうのが非常に大事なんですよ。で、今血まなこになってですね、菅官房長官はメルコのメルコと自分の関係がバレないように隠蔽工作を図っているところだというふうに考えられます。これが IR 法案で汚職だと言われた、裏金だというね、買収だと言われた事件のこっちが本丸なんですよ。でも多くの方は知りませんよね。これもずっと予算委員会見てたりとか、それに関連するものを調べてると、本当はメルコっていう会社を検察が突っ込んでいって、そこからですね、安倍政権の不正を暴こうとしているってことが分かるんですよ。で、そこで出たのが検察の次期トップ、検事総長になろうとしている人なんですよね。通常でしたらどんな方がなるかっていうと、林誠さんっていう方が検事のトップとして今度ね、8月から君臨するはずだったんですよ。で、ここに、まあ、派閥争い、勢力争いがあるわけですよね。検察の本当に、もう真髄をもう持っていこうとしているその林誠さん、検察は三権分立の政府を監視する役割なんだから、牽制する役割なんだからっていうふうに、本当にザ・検事みたいな人がこうね、今度はね、検事総長として上るのかなと思ったら、なんと黒川さんって方が定年するはずなのに、急にですね、強引に黒川さんを定年延長して、今度は黒川さんを検事総長に添えるべく動いてるわけなんですよね。で、これがなんで黒川さんが据えられると、安倍政権に有利かっていうと、もうこれね、黒川さんっていうのは安倍政権とかね、菅官房長官とべったりなわけですよ。ですから今ね、河井案里議員とかその他疑惑がかけられてる、自民党の、まあ、党員とか幹部とかいますけども、これを全部ね、不起訴にすることができるんですよ。で、森友問題とか家計問題とかその他全てのね、疑惑、これ全部検事総長が黒川さんになると全部が不問になる可能性が非常に高いんですよね。で、そうなるとどうなりますか。もう検察がですね、安倍政権、政府を監視する役割はもうなくなるわけですよ。で、その他 NHK をはじめとするマスコミも全てですね、この政権に忖度して何も言えなくなってしまってる。報道は安倍政権に不利なことは隠すと、安倍政権に有利なことは出していくということで、 NHK も買収されて、買収っていうかね、安倍派で固められてるわけですよ。恐ろしくないですか、こういうの。これがね、ちょっとずつ進んできたのを私たちは忙しく働いてる時に全然気づけなかったんですよ。そして選挙に行くときに、どっか分かんないなっていうときに現状維持を図って入れるとかね、そういえばこの人名前に印象があるな、じゃあ自民党入れとこうかって感じで、 CM の効果によって私たちはもしかしたら投票に行っている 50% の方はね、自民党に入れる可能性が結構高いんじゃないかなというふうに思うんですよ。あとはね、皆さんで判断していただければいいと思います。今日お話したのは、桜を見る会は政治資金規正法に反しているから、まあ、安倍総理がね、逮捕される可能性があると、すでにもうね、訴状が出て、なんですかね、告発されています。で、前夜祭ですね、前夜祭に関しましても告発が近いです。で、 IR 法案に関しましても、このメルコという会社に家宅捜索が入った後、このまんま検事総長の邪魔がなければ検察の勝利ですよね。安倍政権を打倒するべき、ここからですね、瓦解させることができるんじゃないかなと。本当にね、なんかね、自民党って私もね、もともとはね、自民党派というか、なんとなく自民党で OK だなと思ってたんですけども、ここに来てですね、長期政権の赤が出たといいますか、もう完全にですね、秩父しか出てないかなと思います。本当恐ろしいですよ。この恐ろしさになかなか気づかないと思います。みんな忙しくって政治のことなんて見てないと思いますからね。で、見るにしてもほんのちょびっとなんですよ。で、それでは全然判断できないです。本当に暇じゃないと政治のことがわからないし、政治に関わるためには暇でないといけないと。でも私たちは労働とかね、それから月末の支払いとか、ローンの支払いとか、税金の支払いとか、これに縛られてね、もうまともに見ることができないんですよ、政治のことを。これを一つの言葉で例えると、背後から迫ってくる津波をバックにね、雨漏りを修理しているっていうことになるわけなんですよ。
いくらね目の前の雨漏りを修理している日当を稼いだところで体制全部がご破産になるわけですから、本当にひどい目になってしまいます。このままですね、私たちはこの日本という国を信用していいんだろうかと、日本に住んでていいんだろうかと、消費税は2030年に 15% になり、そしてその後ね2040年に 20% になり、2050年には 36% になるという、こういうふうにして私たちはねさらに忙しくて物を考える時間が与えられずに、それこそね機械のように奴隷のように働かされて一生終わっていくと、何のための人生だと、私たちは人生を盗まれているんだということに気づかなければならないのかなと私は思っておりますけど、皆さんいかがお感じでしょうか。それでは失礼します。